どうも、皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、JAL が国際線、グアム路線、コナ路線の減額マイルキャンペーンをですね、発表いたしましたので、本日はね、こちらの解説プラスアルファということで、動画でやっていきたいと思います。ということで、JAL のね、ホームページがやっとね、更新されて詳細が見れるようになりました。こちらね、トップページにはね、ずっとあったんですけども、これね、もう予約ね、開始しているわけなんですけども、なぜかね、更新されてなくて、キャンペーンのページが予約はできるけど詳細見れないみたいなね、まあ、そういった感じになってたんですよね。で、公式サイトこういった形になっておりまして、夏休みはリゾートへということで、グアム路線、コナ路線の JAL 国際線特典航空券ディスカウントマイルキャンペーンということで、まあ、今回ね、4年ぶりの夏の減額マイルキャンペーンがね、やってきたっていった形になります。で、予約期間がですね、2023年の5月の11日から2023年5月の31日っていう風になっておりまして、搭乗期間がですね、5月の11日から8月の31日までっていう風になります。で、対象者はですね、JAL ね、マイレージクラブ会員、全会員っていう風になっておりまして、で、対象路線なんですけども、日本発着のグアム路線、基本マイル数が1万マイルのところが、グアム路線に関しては7500マイルでね、利用することができます。で、この路線がですね、日本発着便で、基本マイル数2万マイルなんですけども、今回のキャンペーンで1万5000マイルでね、利用することができます。こちらね、ハワイのコナ路線がね、今回キャンペーン対象なんですけども、もちろんね、ホノルル路線は対象外っていう風になっておりますんで、まあ、グアム路線とコナ路線がですね、今回ね、減額マイルキャンペーンということで、いつもよりね、少ないマイル数で利用することができます。まあ、残念ながらですね、今ね、年サーチャージがね、かかるっていう風になりますんで、私がね、先ほど調べた感じだと、東京からグアム路線だと、7500マイル必要マイル数ですね。で、年サーチャージが1人片道17000円。17,710円ね、かかるっていった形になります。で、コナ路線が1万5000マイル、プラス、年サーチャージ32,880円ということで、まあ、こちらね、コナ路線に関しては往復していただくともう6万超えですね。6万5000ぐらいいっちゃうと思いますね。まあ、グアム路線に関してはまあ、往復してもね、3万ちょっとぐらいなんで、まあ、こっちはね、いいのかななんていうふうに思うんですけども、ちょっとね、コナ路線に関してはちょっと燃油サーチャージがね、高いですね。で、今回のキャンペーンなんですけども、搭乗期間ね、5月の11日から8月の31日までということで、グアム路線に関してはですね、本当にね、夏休み期間7月土日でもですね、こちらまだね、空席空いてるっていう風になりますんで、まあこちらね、利用していただくのはね、結構いいのではないのかなと思います。この路線に関してはですね、やはりね、夏休みシーズンということで、土日はね、ほとんど空いてないですね。まあ空いてないっていうか、この必要マイル数でね、出てこないですね。1万5000マイルで唯一できたのは8月の26日の土曜日のみということで、まあこちらね、燃油サーチャージが3万2000かかってきますんで、まあちょっとね、往復でね、3万マイルで利用することができますけども、ちょっと燃油サーチャージが高いんでね、まあちょっとここはね、どうするかっていうのはね、結構難しいところですね。JAL マイルね、ある程度持たれている方で夏ね、予定決まってない方に関しては、今回ね、グアム、コナ路線ね、減額マイルキャンペーン来ておりますので、まあ、燃油サーチャージ払ってもいいよっていう方はですね、ぜひね、ホームページチェックしていただければなと思います。こちらね、特に必要なことはなくて、普通にね、特典航空券で調べていけば、こちらね、出てくるっていう風になりますんで、ぜひね、チェックしていただければなと思います。それでは次にですね、9アワーズの期間限定のキャンペーンがですね、こちら延長がね、発表されておりましたので、こちらもね、ちょっと紹介していきたいなと思うんですけども、9アワーズって皆さん知ってますかね？成田空港にあるカプセルホテルということで、まあ、仮眠とか宿泊とかシャワーとかね、こちら利用することができる施設なんですけども、こちらはですね、JAL のね、ステータス保有者にですね、シャワーがね、無料で利用することができるということで、公式サイトね、概要欄に載せておきますので、こちらもね、ぜひね、利用していただければな、なんていうふうに思います。こちらはですね、JAL の飛行機で成田空港に帰国した際ですね、当日、帰国後ね、シャワーが無料でね、利用することができるキャンペーンっていう風になります。これね、昔からあったみたいなんですけども、まあ、期間がね、延長されているということで、JAL の国際線に乗って、成田空港到着のね、お客様限定になるわけなんですけども、こちらファーストクラス、ビジネスクラス、ダイヤモンド、JCG プレミア、サファイア、JAL グローバル会員の方がね、利用することができるっていう風になっておりまして、利用できるのはシャワーのみ
っていう風になるわけなんですけども、まあ、帰国後にね、シャワー浴びて帰りたいっていう方はですね、かなりね、いいのではないのかなと思います。こちらね、同便到着の、同伴の方1名様はね、無料で利用することができるっていう風になりますんで、私もね、昨年 JGCC をね、しましたので、こちら次回ね、ちょっと利用したいな、なんていうふうに思うんですけども、こちらね、成田空港第2駐車場地下ビル1階にある9アワーズの受付で、到着便の搭乗券と、フライオンステータスカード、もしくは、JAL グローバルクラブカードをね、提示で利用することができるっていうふうになっておりまして、まあこちらね、本来この、シャワー施設ね、1000円ぐらいお金かかるんですけども、このね、JAL のステータス保有者、またはビジネスファーストを利用されている方にですね、無料で利用することができるっていう風になっておりまして、この9アワーズ自体のね、シャワーは24時間ね、利用することができるっていう風になりますんで、ぜひね、成田空港で JAL で帰国される方はですね、こちらね、まあ、知っといて、損はないかな、なんていう風に思いますので、ぜひね、利用する機会のある方はですね、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで今回ですね、JAL 減額マイルキャンペーンね、発表されましたので、解説ね、させていただいたわけなんですけども、JAL マイルね、ある程度持たれている方はかなりね、いいキャンペーンではないのかな、なんていうふうに思いますので、ぜひね、チェックしていただければな、と思います。で、ちょっとね、話は変わるんですけども、結構前にですね、こちらの三井住友銀行のオリーブ、動画ね、解説させていただいたわけなんですけども、このね、特典の一つで、年金給与受け取りで200ポイントっていうのがね、あったんですよね。これがね、年金とか給与とかじゃなくてですね、他銀行から3万円振り込んでね、ポイントはもらえるのかっていうのはですね、こちらの動画でね、ちょっとやってみますっていう話をさせていただいたんですけども、こちらね、無事、先日200ポイントね、獲得することができたっていう風になりますんで、こちらね、給与とか年金の受け取りではなくて、ただ単にね、他銀からですね、自分のこのオリーブの口座に3万円振り込んでいただければですね、こちらね、もらえるっていう風になりますんで、こちらね、ぜひ、これからね、利用される方はですね、ぜひこちら振り込むだけなんでね、かなり簡単に毎月200ポイントね、獲得することができますんで、ぜひね、利用していただければなと思います。まだね、口座開設されてない方は、障害キャンペーンもやっておりますので、概要欄に載せておきますんで、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。最近インスタグラムの更新も始めました。